こんにちは。こんにちは、AKB48 ハロピョンこと橋本アルナです。ちょっとすいません、前髪とかこんなで。今からアイロンはします、ちゃんと。前髪とかこんなですいません。本当に。こんにちは。今日も僕の太陽公演です。でも昨日やったんで、なんか大丈夫。ただゆきりんさんとは初めましてなので、初めましてで最後なので緊張してます。ただゆきりんさんと公演には出たことあるので、そう、むずいむずいむずい。橋本今むずい話してる。鉄道ナイトさん、イバジュンさん、ハートありがとうございます。くしゃみでそう。そうだからドキドキだけど、ドキドキじゃないけどドキドキみたいな。えどういうことっていう状態。直吉さん、ガイアさん、ハートありがとうございます。ちーさん、ハートありがとうございます。でも昨日やったことをやるだけなので、はい、昨日やったことをそのままやるだけなんで大丈夫です。ちょっと充電します。充電なくなる。本当にほぼ昨日と同じ生活を送ってます今。でも昨日と違うのは、ご飯を今日は配信終わった後食べない。なんでかっていうと、昨日の夜もう本当にウィバースで送ったんですけど、そう、全然寝れなくて、だから食べちゃったんですよ、ちょっとだけ。ダイエット女が。なので、あ、公演前にご飯は食べますよ。じゃないと公演できないんで。ただい
今は食べない。目かゆい、めっちゃ。なんで、え、こういう時書いちゃダメってよく言いますよね。なので書かないようにします。アイロンしよう。おはようございます。昨日疲れてドライヤー差しっぱで寝ちゃった。アイドルなんて呼ばないで可愛いですね。ありがとう。可愛いよね、あの曲。私も大好き。あの曲やりたくて僕隊覚えたみたいなところある。いや、まあ公演出たくてなんですけど、あの曲やりたくて公演覚えたみたいなところもちょっとある。てかユニットモチベあれをがあれとひまわりで頑張ってる。そう、ユニットモチベ高めみたいな感じ。前髪がひどかった。おはよう。え、てか前髪切ったんですけど誰も気づいてくれなくて、どういうこと？切ったんだけど、みんな昨日コメントした、え、ごめん。それはごめん、うちのせい。しょん、それはごめん、うちのせい。ごめん、うちが気づいてあげられなかった。めっちゃごめん。なんなら触覚も切ったんだけど、ちょっと。ほら。これ違う。触覚はコメントしてないでしょ。どうや。
可愛くなったね、元から可愛いし。やばすぎ、調子乗りすぎ、ごめんなさい。今度から前髪切ったとコメントしようかな。ねえ、適当なのやだ。てかやば、くせ毛。ねえ、全然宿毛行きたいのにさ、なんかこの日でお願いしますって言ったら、土日はすみません無理ですって言われた。え、土日は他のお客様優先でやりたくて。え、まあ平日行ける女だからだろうけどさ、でもまだわかんないじゃんか、5月の日程なんて。だから早く行きたかったのに。早くっていうかもう日程決めときたかったのにさ。そう、ない、行く気失せてる今。ちょっとなえた。なえるよね。みんなこんにちはしか言ってくれない。違う美容室行くぞっていう気持ちまでなったけど、いて、でもさ、もうさ、めんどくさいじゃん、なんか一からさ。え、何のお職業やってらっしゃるんですか、あみたいな、気まずい時間みたいな。気まずい時間、そう、それが嫌で全然美容室変えてない。巻き下ろしこの間しちゃった。そう、ごめん、この間やっちゃった。耳かけも何もない巻き下ろしだからしばらくはしないかな。ごめんね、やっちゃったんだ。としさん、おにぎりありがとうございます。でも1回だけめんどくさすぎて、もうここは1回しか行かないって思ったところで、何やられてるんですかって聞かれたから、あ、営業やってますって言った。どういうこと。普通に、あ、普通に働いてますって言って、え、なん、どういう系ですかって聞かれたから、営業ですって。営業マンになったことある、うち1回だけ。
3回しか行かないところは余裕で全然もう言わない。あ、この間まではこの間結構前だけどまでは学生ですって言っとけば学生だったんで行けるじゃないですか大体のところって。そう大学生の間はでももう学生じゃないから学生ですが通用しなくてちょっと辛い。多すぎなのか。なんか触覚むずい。切ってもらったけどなんか長い子いるわ。昨日もなんか適当にやっちゃったからなうちも。多分この辺ですみたいな。でもここら辺長いわ。この子たち伸ばす換算なのかな。だとしたら今短い子たちだけを取ってだろう。こういうこと？これもこっちな気がする。これか。なんで職業って聞かれるんだろうね。聞いてほしい人っているのかな。聞くことないから。一番その人が話しやすいと思ってるだろう内容を話してるってこと。なのかな。じゃあこっちから話題振ればいいのかな。お仕事何されてるんですかって聞かれる前に、なんで美容師になろうと思ったんですかみたいな。めちゃめちゃシャンプーうまいですね。なんで美容師になろうと思ったんですか。どう。こっちから聞く作戦。からそう職業聞かれるの嫌だから。よくない？よくない？どうだろう。こっちから絡んでく。そんな人いないですよね。でも美容師さんとは絶対に喋らなきゃいけないじゃないですか。だからだったらそのこっちが聞かれたくない質問をするより、こっちが聞かれたくない質問をされるより、こっちから喋った方が自分の素の身の自分の手の内を明かさなくていいからいいと思うんですよね。じゃない？
負けたんだが。美容師の友達に聞いてみようかな。え、なんで美容室の人ってさ、その職業聞いてくんのって、マニュアルなんって聞いてみようかな。今度会ったら、確かに今日はお休みですかって聞きますよね。休みだから来てるんですけどお、休みだから来てるんだが、休みじゃなかったら来てないよ。あるある。先に言っちゃう、今日休みで今日休みで、なんかちょうど空いてたんで来てみました先に言っちゃうスタイル。難しいですよね、本当に。わかる。全部言っちゃう？したらもっと聞かれそうで嫌だ。なんかもっとねほりはほりされそう。生い立ちから、いや私0歳の時に富山県の丸丸病院ってところで生まれたんですけど、あ、何センチで何グラムだったんですねみたいなやばすぎあ、このお客さんやばいお客さんだって思われて話しかけられないようになるかな。それならそれで別にいいんだけど通さんハートありがとうございます。難しいですよね、美容室ってなんか苦手。でも行かなきゃ髪の毛死ぬから行くけどって感じ。アイドルだから行くけどって感じ。表に出る立場の人間だから行くけど、芸能界から芸能界を辞めたら多分全然行かなくなると思う私。うん、本当に
前髪も伸ばしっぱでいいやとか思ってそう。いいやみたいな。でも宿毛だけはね行かないとどうしてもねちょっとねめんどくさいんですよね私の髪の毛って。そうだからそれだけはちょっと行くかもしんないけど半年に1回。そうでももともと行ってた美容室もあるんで私自身中学じゃない高校時代に行っていた美容室もあるのでそこ今やってんのかなそこ今やってんのかな。この対戦終わったら調べるね。うん、今オートで私の育成したチームがバレーやってる勝った。なんかやってますよねみたいな感じで聞かれたことはあります。え、なんかされてますよねみたいな。表に 出られてる仕事の方ですかみたいな聞かれたことありますけど、とかなんかどん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 根掘り葉掘りされるごとにもうなんかめんどくさいなって思って、なんかこういう仕事しててみたいな話したらですよねみたいな、いやいや知らんやん思いながら知らんやん。そう思いながら、あれ？待って潰れた？あ、潰れてはない。あ、やってるわ。あ、よかった。あ、投稿してない。なんで投稿しないんだろう。フォローしてると思ってる。なんで投稿してないんだろう。え、てか私の友達言ってんだけど。なんで？あれ、うち紹介した？ここ。おすすめしたっけ？一回。いや、どこ行ってんの美容室ってよく聞かれるときに、ここって言ったっけか。めっちゃ友達の顔出てきた。めっちゃ友達の顔出てきた。その方の投稿にビビるビビる
めっちゃビビるって。うわ、これぐらいの色にしたい。ピンクグレージュ、インナーピンク、めっちゃ綺麗。でもブリーチしないとできないんだろうな。ブリーチは別にファンが減るとかそういう問題じゃなくてみんなが嫌だっていうわけじゃなくて、私が宿毛矯正しちゃってるので髪の毛を殺しにかかるみたいなもんなんですよね。それが嫌で。そうっていう感じです。すごい、なんかいろんなところにお店を出しているの？この方なんかすごい人になってる。すごい人になってる。突然私が昔行っていた美容室。もう一度だけ黒になりませんか？だって。うん、まああと何年アイドルするか、どんぐらいアイドルするか知らないけどその間には1回ぐらいはなるんじゃないですか。もう本当に気分なんですよね。私なんかこの間はあやねちゃんのなんか赤っぽい髪色が可愛いなって思ったから赤でお願いしますって言ったんだけど、あんまり色入らなくて、そうちょっとなんかあれ一体意味あったかなみたいな感じではあったんですけど、そう、ほやですけど、だからマジで気分、めっちゃ気分なのよ私の髪色なんて。もうなんなら別に色も入れなくてもいいやぐらいの気持ちだし、本当は本当はね、アイドルじゃなかったらね、うん、表に出る仕事じゃなかったら別にいいやみたいな気持ちの人間だからさ、そうなのよ私って、ズボラさんなの、うん、長月さんハートありがとう。ズボラ女だからよくアイドルやってるよって感じ。しかも10年も本当にすごい。本当にすごい。こんな野郎が野郎ではないや
こんなのが。いつまでもできる仕事ではないからね。そりゃもちろん。でもすごいよ、自分の夢叶えてる。 AKB になりたいっていう夢を叶えてるのがすごい。でも直吉さんハートありがとうございます、うん、だからがんばります夢が叶った場所でいっぱいこれからも夢を叶えられるように。待って、めっちゃ悩んでる今。あ、違う、今なんか今のこの発言だとね、なんかいつやめようみたいな悩んでるみたいな感じじゃなくて、そういうことじゃなくて、全然あの今日の超どうでもいい話だから大丈夫、やめよう今日の話、髪型も悩むし、うん、どうしようかな。何にしよう。ハルピョン眠そう。眠くないんだけど眠そう。私一生眠いんだけど、そう言われたら一生この顔だからうん、やだ、眠そうって言われるのやだ。だって眠くないのに眠そうって、なんか目開いてないよみたいなうん、やだ。あ、下向いてるからかな今。ここで私の推したちがバレーしてるから下向いてるからかも。半目に見えちゃうのかな、うん、きっとそうだ。これ強敵さんたちなのね。だからそりゃ負けるわ。あらららら、強敵にヘボヘボで挑もうとしてたうち配球見てた。見てるわけじゃない、ゲーム。そう、眠そうってすごい言われてた。え、嫌じゃなかったですか、眠そうって言われて。私は嫌だなって思っちゃった、うん、嫌だなって思わなかったのかな。
ちゃ嫌だ。え、だよね、うちも言われてたけどすごく嫌だった。え、ですよね、皆さん眠そうっていうのは良くない言葉みたいです。なのでなるべく思っても、思っても抑えましょう。みんなで、みんなであれしていこう、心がけていこう。
静かになった。ただいま。ごめん、ちょっと外がにぎやかで、なんでと思って見てました。すいません。いや、多分どっか行ったんじゃない、また戻ってくる可能性もあるけど。ちょっとにぎやかでしたね。眠そうが嫌な顔って話、嫌な言葉って話をしてました。来た。もうやばい、耳が敏感になってる。大丈夫か。もう戻ってこないで。もう戻ってこないで、お願いだから。こんにちは。もうちょっとの音でもってなっちゃう。ほんとやだ。ね、いい天気だからかな。確かにね。向こうも仕事ですからね、それがしょうがない部分はありますけど、仕事してるだけだからね。こっちも仕事してるだけだし。お互い仕事してるだけだから。何も悪いことはしてないんだけどね。
充電なくなるかもしれないけどイヤホンで喋ります。まあでもイヤホンってどれぐらい外の音聞こえるんだろう。私が今喋ってる音じゃない音、それにもよるよね。結局聞こえたら意味ないやんみたいな。どれくらい聞こえるかちょっとわかんないんですけど、もし聞こえるよって感じであればハルピョンを守るためにも教えてください。今は、うん、多分聞こえてないと思う。今は私も聞こえてない。大変です。でも別に誰も悪くないんで、はい、しょうがない。お願いします。1時まで、昨日と同じスケジュールで私は今日も動きますなので1時まで配信をして、今日はあれとあれを買いたい。でも迷ってて、そう、なんで何迷ってるかっていうと、今日からねスタバのメロンなんちゃらクリームフラペチーノみたいなのが発売。でも夜行ったらもう売り切れてるか、今日の分。そう、終わってから、劇場終わってから飲むか今行く前に飲むかめっちゃ迷ってるんですけど、でも確かに劇場終わってからだと今日の分売り切れてて今日飲めませんでしたってなりそうなので、やっぱり行く前に飲みます。はい、今日のこれを楽しみに生きてきてたので、私はこの発売されますっていうのが発表されてから、このなんていうんですか、メロンクリームフラペチーノ4月10日になったら飲めるぞっていうのを楽しみに生きてきてたので、もう今日飲まないと生きていけない。そうそれぐらいすごく楽しみ。スタバは売り切れあります。その日の売り切れだったりとか、あとはもう本当にもう在庫ないですみたいな、なんか1日ごとに売り切れが決まっ、売り切れっていうか売られる数が決まってて、そう、モバイルオーダーで確認してみる。モバイルオーダーで見るとこうまだ在庫があるかとか分かるんですよ、どこの店舗のも。だから私よくやります、モバイルオーダーでオーダーしないけど確認するっていう、よくやる手法。オーダーはしないですよ、ただあるかなっていう、 あるある、よしよし。え、何これ、めっちゃ美味しそう。マサラダ、メロンクリームマサラダ、え、めっちゃ美味しそう、食べたい。メロンめっちゃ通っちゃいそう、やばいな。ダイエット中なのにメロンめっちゃ通っちゃいそう。でもいいんです、今日を頑張る糧、今日を頑張る糧にするんで。
まあ、むしろなんならこの日のためにダイエットしてきたみたいなところありますから、はい、全然違うんですけど今日この日のために頑張ったみたいなところはあるので頑張りたいと思います。これとこれはメイク道具ボックスに入れる。イバジュンさん、マジさん、ハートありがとうございます。こんにちは。1時までだよ。1時過ぎたらランキング読むぐらい。森具さん、ハートありがとう。え、ねえ、私がイヤホンし始めてからさ、静かになるのやめてもらえる？あんなに車通ってたのに。私がイヤホンし始めたら超静かになったんだけど、なんで？どういうこと？通っていいんだよ。いや、通ってほしくないけど、もう何？ちょっと泣いちゃうよ本当に。ツンデレやん。ピョンズだったのかな。もしかして僕のせいで、私のせいでハルピョンが困ってるって思ったのかもしれない。気づいちゃった、気づかれちゃった。それはそれで困るんだけどね。バレるバレる、それはそれで困るんです。やばい、てりたま食べたい。でももう終わってますよね。マック食べたくなってきちゃった。もうでも終わってるよね。まだやってる？昨日食べた。あー、誘惑。明日やってたら明日食べよう。今日は食べない。明日やってたら明日食べます。今マック食べてる。私の口の中に放り込みに来てください今すぐ。ティータツさん、ハートありがとうございます。やばい、てりたまの話したらお腹すいた。ダメダメ、今日は絶対ダメ。西くんさん、ハートありがとうございます。だって今日はゆきりんさんの通常公演ラストデイなので絶対ダメ。関係ない関係ないのに。でも嬉しいのが、初めてゆきりんさんと MC 一緒。そうなの、初めて一緒になれる。B の時は本当に違ったので、まあでも、え、待って、ちょっと
私あれ今日はーちゃんのとこって誰ですか。え、まなかちゃんのとこですよね、ゆきりんさん。え、やばいやばいやばい、あれの MC、 ビンゴ前の MC、 うちゆいりさんとゆきりんさんに挟まれるんですけど、え、無理だってえ、無理だって喋れないって、そんなとこで。え？そんなとこで喋れないって、ちょっと待って、ちょっと MC の並び今すぐ変えませんか。無理か、いつもそこだもんな。久し、え、こんなに先輩に囲まれるの久しぶりかも。 1,2,3,4 人半分先輩、久しぶりだ。え、ちょっとごめんなさい、本当に MC の並びを変えたいです、今日、今日だけ。ゆきりんさん真ん中の方が良くない？え、ですよね。あ、皆さん今って私の声しか聞こえてない状態ですか、どうですか、こんにちは、今って私の声しか聞こえてないですか。あ、じゃあイヤホンって効果あるんだ、なんか一瞬来たOK、やばい、ドキ、なんか緊張、緊張でお腹空いてきた。選抜様の間に挟まれ、はい、非選抜が選抜様の間に挟まれます、本当にすいません、非選抜です、10年非選抜です、すいません、はい、ありがとうございました。急なひねくれ急なひねくれ、泣かないでありがとうえー、何、何喋ろ、何 MC、 ゆきりんさん、でもせっかくならなんか普通にさ、たださ、なんかあーとこうで喋る内容よりさ、ゆきりんさんとさ、ゆきりんさんから喋られたいですよね MC 職権乱用しようとしてるわ、やばすぎステージ上で職権乱用しようとしてる、聞こえます、今、今って皆さん聞こえてますかね、私の声しか聞こえてないですか、どうですか、アルピオンの声しか、え、すごい、イヤホンってそんな、こんなに効果あるの、
やっぱ好き。え、本当に？ねえ、本当？嘘じゃない。本当に？待って。喋りすぎて弾丸で喋りすぎてちょっと喉がびっくりしちゃった。竹内先輩バイの MC 私出てないよ。私そこ出てない。お腹すいてお腹鳴りそう。今目の前にあるの醤油だけ。醤油かぶのみじん草やばすぎる。醤油かぶのみはやばい。塩分過多。それはどういうこと？そういうことってことですか？正解？今の正解？普通にどういうことか聞かれてた私。あ、正解。分かってるから。分かっちゃってるから、ハピョン。バージョンあるさん、ハートありがとうございます。鮭、何？待って急に鮭って聞かれた。聞かれたってか急に鮭って言われちゃった。え、鮭、銀だら。え、自分の好きな魚を叫ぶコーナーじゃなくて今自分の好きな焼き魚を叫ぶコーナーじゃない。違う。なんだ。自分が好きな焼き魚をただ叫ぶだけのコーナーだと思った今。鮭って言われたから銀だろ。な、待って、何の鮭なんだろう。コメントもらっていいですか？すいません、誤爆ですか？何の鮭だったんだろう、気になる。この木、何の木、気になる木。わかりすぎてきちゃった。てりたまいつまでやってんだろう。てか私が明日行く時間あるよね。めっちゃお腹鳴ってる。お腹鳴ってる。え、やってないかも。あ、やってるわ。まだ4月12日まで有効なクーポンがあるってことは4月12日までは絶対にマックやってくれるってことだから4月12日までには絶対行く。明日行きます。マクドナルド。
僕マクドナルド。4月11日13時に嬉しいお知らせだって。 AKB48 公式から発表されてる。なんだろう。直吉さんハートありがとうございます。大抵のことではもう喜びません。喜んであげてよ。なんですかね。ゆきりんさんのユーピンクから新発売リップオイル。とってもお腹が空いてきた。あ、1時だ。え、早めに行って早めにスタバ飲んじゃう。あり。もうお腹空いちゃった。で、スタバでお腹いっぱいに一旦しつつ、で、リハ終わってご飯食べて、みたいな。満足みたい。いや、ちょっと考えます。ということで、とりあえずランキングを読みます。ランキング読んで考えます。え、アイライナーも出ちゃうの？しかもダークブラウン。マジ一番ダークブラウンって使う色。え、ユーピンクさん分かってすぎる。え、ゆいりさん今日ラジオあんの？公演の後。すごすぎ。元気すぎ。リップオイルとアイライナーすごい。ちょっと分かってすぎてる。ゆきりんさん、頑張ろう。私もお腹鳴らしながら。ランキングいきます。1位直吉さんありがとうございます。2位トシさんありがとうございます。3位育児の大吾さんありがとうございます。4位トラック野郎アットゴリさんありがとうございます。
5位マックミックさんありがとうございます。6位西くんさんありがとうございます。7位マジありがとうございます。8位イバジュンさんありがとうございます。9位ネバーストップアットキャンマチのプロ初のお見送りだけさんありがとうございます。10位ディスクさんありがとうございます。11位アシュラさんありがとうございます。12位鉄道ナイトアットピョンドさんありがとうございます。13位ツッチーさんありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また夜配信できたらやると思います。あとオンデマさんもしくは現地で、まあ現地で会える人は多分少ないと思うんですけど、今日はオンデマさんもしくは現地でお会いしましょう。劇場頑張ります。あと VR、 あお腹鳴っちゃった。それではまた劇場で、最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルー、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで9578盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。あの11年目はあの劇場でウサギのようにあの質問したらみたいな言わないって言ったんですけど、今日は多分ハルピョンのファンの人少ないし、ゆきりんさんのファンの人がたくさんいると思うので、今日だけは言わせてください。すいません、ちょっと本当はねこれから11年目は言わないって思ったんですけど、ハルピョンのキャッチフレーズを知ってる人がもしかしたら少ないかもしれないなって思うので、今日はちょっと質問したらっていうのだけちょっと言わせてください。すいません今日だけということで、それではありがとうございました。おやすみなさい。お休みじゃないや公演頑張ります。バイバイ、またね、オンデマで見てね、ありがとう、またね。